ヘラルド経済によると、ドナルド・トランプ米国大統領が米メディアとのインタビューで、韓国が中国の一部であった、という言及が一歩遅れて知らされ波紋を起こしている。トランプ大統領は現地時間4月12日ウォールストリートジャーナルとのインタビューで、米中首脳会談当時習近平国家主席との会話内容を伝え、中国と韓国、北朝鮮ではなく、が数千年間数多くの戦争を行った歴史について聞いた、とし、韓国は事実上中国の一部だったそうだ、と語った。それとともに彼は、習主席と話をした後、私は、北朝鮮を扱うのが、容易ではないと感じた。私は事実上中国が経済的なパワーを持っていると考えたが、私の考えと状況が異なっている場合もある、と付け加えた。この発言が公開されるとすぐにトランプの中国と韓国、北朝鮮など韓半島情勢をめぐる基礎的歴史認識が衝撃的であるほど不足しているという指摘が出た。米国のオンライン経済ニュース専門媒体クォーツは19日、トランプの発言はこのように重要な地政学的問題に関する彼の見解がないことを示している、とし、彼はまた北朝鮮の誰が支配しているかどうかわからないだろう、と指摘した。クォーツはトランプがウォールストリートジャーナルとのインタビューで、10分間習主席と会話した後、私はそれが容易ではないことに気づいた、のは地域情勢に衝撃的であるほど無知である証明と批判した。最近北朝鮮の核危機で地域の安全保障をめぐる緊張が最高潮に駆け上がる状況で、韓半島情勢の決定的な鍵を握っている米国大統領が、北朝鮮と中国の関係についての基本的な知識さえ欠けているという指摘だ。クォーツはまた、トランプはアジア地域の歴史に対する自分の知識や見解がなく、習主席から聞いたものと推定される、とし、習主席の歴史観はどこから来ただろうか、中国の国家主義からではないか、と伝えた。この媒体は特に、韓国が事実上中国の一部であった、という主張に対してはさらに衝撃的だと伝えた。また、この主張は完全に間違っていることで、目覚ましい歴史的な誤りに基づいており、韓国を完全に激怒させるだろう、と懸念を示した。韓国の反応。習近平がそう教えたね。習近平主席の言葉が正しい。ふふふ、朝鮮王が中国皇帝陛下に忠誠を誓って属国を辞任したので、中国の一部だ、笑い。トランプが久しぶりに正しい一言を言ったようだ。私たちは米国と決別しなければならない。クォーツも私たちは激怒するだろうとした。私たちは彼の言葉通り激怒したことをアピールしなければ、私たちは私たちを放棄して認めることになる。なぜこんなのにキャンドルデモをしないのか。キャンドルデモしたい側はもうキャンドルはしないのか。国家理念がどちらなのか。米国はインディアンの土地だった。白人の奴らが来て強制的に移住させ殺して大騒ぎ。トランプに言葉を返すと米国は英国の一部であった。このようになるのではないか。笑い。米国がインディアンの地であったことは正しい歴史。ムチが大統領になれば国がどのような姿になるか韓国は経験したし克服していくのに、米国は今始まったね。ただし心配なのはバカが大きな力を持てば何をするかわからないということ。あいつは米国人なのに韓国の歴史を知る必要があるのか。それでムチであるというのは誤りのようだ。ムチではあっても愚かではない。不動産財閥は誰でもなれるのか。私たちは無知で愚かな大統領を選んだのでトランプを罵る資格もない。知識がない場合は口を開かないことを学ばなかった無知リーダー。記事をきちんと読んでください。習近平がトランプに韓国は中国の一部だったと言ったということである。歴史に無知なのでトランプはただうなずいたんだろう。オバマは韓国の伝統や教育熱を良い例として挙げながら学ぼうとまでした。習近平が心から憎い。トランプが無知だと思って10分間で教えたようだ。中国がすでにポークリの歴史を自分たちの歴史に編入した。中国が我が国の指摘であることを覚えておかなければならない。油断した瞬間国が丸ごと中国に食われる。編集所感。トランプが習近平が中国の士官で話した言葉をそのまま口に出しただけである。無知だから反論しなかったといえばそうだろうが、そこで韓国のために反論しろと、それもそれで奇妙だが、ウォールストリートジャーナルもクォーツも反トランプメディアであるので、こうした小さなニュースを大きく広げて報じている。
事実だとも言える、思想ではないとも言える。だから韓国ネットも批判一色にはならない。この発言に反応した韓国人の一部は自尊心が傷つけられたと感じたようだが、騒ぐ話でもないと思う。今の中国が今の韓国を支配したわけではあるまいし、確かに属国関係にあったが一部だったと言い切れるほどではなかったと思う。どうせなら韓国としてはこれをうまく利用して大騒ぎして、何かを米国から得なければならない。今のところ反応がないようで、トランプは習近平の話が正しいと思い込むだろう。とは言っても現実では大騒ぎしたところで言い訳をされて終わりというのがオチだ。そしてハン・ギョアン大統領権限代行はなぜペンス副大統領に歴史についてきちんと伝えなかったのかと、むしろ攻撃を受けそうだ。もしくは米国に嫌な顔をされ、人知れないところで嫌がらせを受けることもあるだろう。今は権限代行政権だし、韓国の大統領自体が米国に強い態度で挑む姿勢を見せなければ、これまで通り上から押さえつけられて黙っているだけである。今は北朝鮮問題があるので、ますます米国依存である反米姿勢と言われるムンジェインも最近の発言は米国とうまくやっていくという話だ。そのうちどこかの歴史に韓国は米国の一部だったと書かれてしまうかもしれない。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。またよろしければ。